はい、えー、こんにちは。そっか、塾の久保です。勝手に仕上がれ、ヘイブラザー第1話今見終わったところなんですけども、まあ、細かいことを言うとね、まだ見てない方に申し訳ないんですけども、やっぱさすが昭和の末期といいますか、あのバブルの時代に流行ったドラマだなぁという風な気がしますね。えー、これはまあ、正確に言うと、平成の初期に、えー、まあ、1989年から90年に放映されたドラマなんですけども、要するに登場人物がみんなめちゃくちゃでね、えー、自分勝手に生きてるんですけども、その中でも、 なんかね、お互いを認め合うところがまとまって第1話が終わっておりましたあそしてやっぱこうワンクールものによくあるんですけども第1話にメインの人物が全員出るんでですよねであこのメンバーでこのドラマってのは進んでいくんだなっていうことを感じさせてすごく分かりやすい作りになっていてそして第1話でねだいたいそれぞれの登場人物の性格が出ているっていうところも これまたね、ドラえもんみたいな感じですけども、誰がどんな役割をするのかってことが分かりやすいわけですよ。で、まずはね、この主人公二人の家は、まあお父さんと三人いて、それから秘書をやっている女性が一人いて、お手伝いさんの女の子が一人っていう感じで、ね、五人構成なんですけども、その秘書をやってるね、ちょっとこう、いい感じの女性の方が、警察の方に顔が利くといいますか、警察の担当者の方の、 行為ををっっっててていと無理難題をやっていってね第1話でも、えー、逮捕されて牢屋に入った主人公2人をね釈放に促すという、まあ、本当に破天荒ドラマにはよくある展開だなというところがありますが、まあ、通常でしたらこんなことは、ね、許されないんですけども、まあ、そういうところがドタバタあって、えーまあ、最初にね いがみ合いながら出会ったこの2人なんですけどもお互いに異母兄弟ってことが分かってなし崩し的に同じ家に住むことになってまあ仲良くやってっかみたいな感じで最後は乾杯するところなんていうのはねやっぱこう少年ジャンプみたいな展開で私の好きなドラマだなと思いましたやっぱこうね男同士で育む友情というやつかねまあこれは兄弟という形なんですけどもいいコンビだなってことを感じさせてああ自分にもそういうふうなコンビが いたらいいのになーっていうふうな憧れをも思わせるそんな第1話になってました第2話が非常に楽しみです横浜デイブレイクのエンディングもとっても良かったですねそれではまた2話をこれから見ようかと思います